パウラ・モーダー・ゾーン・ベッカーによって描かれた夫、モーダー・ゾーン・オット・モーダー・ゾーンはドイツの画家。妻は同じく画家のパウラ・モーダー・ゾーン・ベッカー。モーダー・ゾーンは1865年にゾーストで生まれたドイツの画家です。1943年にフィッシャー風で近くのローテンブルクで亡くなりました。彼はドイツで一番有名な芸術家村であるボルプスベイで、 の創設者の一人でもありました。彼は若い頃から卓越した描写力を誇り、全生涯を画家として貫きました。彼は多くの風景画にその才能を表し、彼の作品は19世紀にドイツで描かれた最も美しい風景画の一つと言われています。彼の作品も年を追うにつれて変化してきていますが、初期のものは印象派風で後期のものには 表現派の影響が見受けられます。ただ彼自身はそういった区分にはらわれずにひたすら絵を描き続けました。1930年代に数枚の花束の絵を描いた以外は風景画もしくは風景の中の人物画を多く残しました。彼は自由でらわれのない生き方をしました。20世紀初頭の国水主義的な風潮の中で 外国人画家であるゴッホのケシ畑の絵をブレーメン美術館が購入することを指示しました。このゴッホ事件は彼の芸術に対する真摯な思いと勇気を示しています。1907年に夫モーダーゾーンの妻だったパウラ、モーダーゾーンベッカーがボルプスベーデで亡くなりました。彼は1908年にフィッシャーフーデに引っ越しました。ありがとうございます。